皆さんこんにちは、本日は東武伊勢崎線竹の塚駅徒歩2分つけ麺かつさんにて全つけ麺メニューをいただいてきました。1品目にいただいたのがこちらの酢つけ麺。こちらの麺は小麦の香りと甘みをしっかりと感じるもっちりとした太麺となっております。絡ませていただいていきましょう。豚骨魚介の濃厚な豆の漬け汁、しっかりと出汁の風味を感じますが嫌な臭みは一切感じず、丁寧に作られているのがわかります。少しウェーブのかかった太麺が濃厚なつけ汁を絡み取り、一口一口しっかりと口の中に旨味と風味が広がります。こちらの店主さんは有名店で修行を積み独立されており、麺つけ汁ともにとても完成された一品で、あっという間に一杯目を完食です。早めにいただいてきたのが豚、鶏と2種の低温ロストチャーシュー、メンマ、のり、半熟卵が乗った特製つけ麺。まずは極太メンマをいただきます。こちらのメニューには特製ニンニク醤油の味変アイテムがついてきます。早速使用していただいてみましょう。ほんのりと香る程度の強すぎないニンニクの風味と甘めの醤油がさらに深めのコクをかき立てます。海苔との相性もよく、どんどんと箸が進んでいきます。こちらの低温ローストバターチャーシュー、臭みを一切感じず旨味だけを閉じ込めた柔らかな一枚。続いてこちらの鶏チャーシュー、油と水分がしっかりと閉じ込められ、パサつきはなくプリッとした歯ごたえのある美味しい鶏でした。という間に麺を完食し、楽しみにとっていた半熟卵をいただきます。残った漬け汁はスープ割りをしていただきます。濃厚だった漬け汁が一気にさっぱりとした味わいに変化、最後まで美味しくいただきました。3杯目にいただいてきたのがこちらの濃厚担々漬け麺。ドロッとしたごまベースの漬け汁とひき肉、
粘度の高いつけ汁がまた麺としっかり絡みます。ラーメン屋さんでの修行以前は中華で働いていた時期もあり、しっかり本格的な味わい。辛みは弱いものの、甘めのごまとスパイスの香りが相性よく、味風味ともに最高の一杯。こちらのメニューの味変アイテムは特製四川風山椒。香りが甘めのつけ汁にアクセントをつけ、キリッとした味わいに変化。味に緩急をつけ、最後まで濃厚さに飽きを感じず楽しんでいただくことができました。限定のカレーつけ麺、野菜が溶け込んだスパイスの香り立つ一杯。こちらも辛みが抑えられており、麺の香りとカレーの旨味がしっかり感じられる一杯に仕上がっております。ここでカレーつけ麺にはと店主さんおすすめのチーズトッピング、合わせて別皿アイテムのガラムマサラをトッピング。チーズで甘みとコクが増され、香り高いガラムマサラとも相性は抜群。スパイスで食欲が増し、3杯目というのにもかかわらずあっという間に完食をしてしまいました。あまりの美味しさに替え玉を注文。高価な完食まではいつも通りの動画をご視聴ください。
最後の恋を